この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、旧国鉄士幌線幌岡駅の駅前にやってきました。駅前はですね、幌岡除雪ステーションというですね、立派な建物があって、なんか観光客も大勢訪れているということです。多分このね、今歩いてる駐車場、除雪ステーションの駐車場のあたりが昔の幌岡駅の駅前だったんでしょうね。ここにね、ちょうど地図が出ているんで、見ていきましょう。幌岡駅、あとはですね、こっちかな。で、大子音更川橋梁がね、実は向こうの橋の方から見る方が、近かったみたいです。あ、そっか、だからさっきの人あれか。橋の上からですね、写真撮ってたんでしょうね。なんだろうこれ、なんか観光客の群れにこれでモザイクってやってたの。そしたらですね、幌岡駅はこの除雪ステーションを過ぎて、さらに向こうだそうです。電話回線ぐらい引いてありますよね、いくらなんでも。でも携帯の電波は来ていないと。駐車スペースにはね、全く困らない。この幌岡除雪ステーションの横に隣接している幌岡駅です。待ってよ、幌岡の駅前広場っていうのは、あそこに見えてる砂利道なんでしょうかね。これが幌岡駅前。幌岡駅はあれか、この柵越えていかなきゃなんないけど。うーわー。しかもね、溝掘ってある溝。これはちょっとね、アドベンチャーだな。ちょっとだけアドベンチャーだ。もう年を取るとね、こういう溝をジャンプするのがだんだん辛くなってくる。股がね、痛くなるんですよ。まあ、もともと僕体硬いんですけど。やってきました。幌岡駅の駅前です。ここにですね、幌岡駅の変遷と書かれていますので読んでいきましょう。幌岡駅は士幌線の起点帯広駅から 69km、 終点十勝三ツ俣駅まで 7km の位置にあり、昭和14年に開業しました。上士幌駅からは大半が上り勾配なので、 SL 時代は石炭を亀に連続投入するのに忙しく、機関士は大変な重労働を強いられた区間でした。昭和29年の洞爺丸台風により、幌岡周辺に大量の風倒木が発生、その処理に多くの造材人夫が入り、住宅、商店、飲食店、事業所などが建設されました。昭和37年頃の幌岡は約80軒の建物があり、350人くらいの人が住んで賑やかな町を形成していました。しかし、倒風木の処理が終わると、人は次第に消えていきました。昭和53年、ぬかびら駅、十勝三ツ俣駅間 18.6km の列車運行が廃止され、バスによる代行輸送に代わり、幌岡の駅としての役割は終わりました。士幌線やアーチ橋の詳しい情報は、ぬかびらの上士幌町鉄道資料館で提供しています。これが、昔の幌岡駅の写真なんでしょうね。ポイントがあってですね、2面2線の駅だったようです。そしてこの風景がですね、
この風景になったと。そういうわけでございます。そしたらですね、幌加駅あと歩いていきましょう。今でもですね、ちゃんと配線跡が残されています。ポイントも残されています。動くかな、動く、お、動きそうだぞ。よし、よし、こいつ、うわ、動くぞ、ポイント動くぞ、動くぞ、あ、動きましたね。いや、ポイントを動かせる廃液なんて珍しいじゃないですか。私はちょっとね、感動しましたよ。そしたらですね、もう2面2000だった、かつて2面2000だったと思われる幌加駅の駅構内の方を歩いていきましょう。今でもこうやって芝生ですかね、芝生が敷かれてあって線路も残されているっていうのは、本当にね、訪れる人に対して優しい廃液だなと思います。まさにね、現役の廃液といっても過言ではないのではないでしょうか。ホームもね、ちゃんと残ってますよ。こっちはね、帯広方面かな、帯広、士幌、ぬかびら方面、こちらのハイホームはですね、きちんと残っております。ホームの上もね、きちんと草が刈られているんですね。せっかくなんで、ホームの上もですね、歩いていきたいと思います。で、上歩いてみるとですね、一つ発見がありました。ここにですね、謎のホームが残ってますよ。これどういう代物なんでしょう。そしてこれは何だろう。割と最近、壊されたっぽい跡があります。これ何に使われていたものなんでしょうかね。ちょっと私にはわかりません。わかる人がいたら教えてください。これ何なんだろうな。幌加と書いてあります。駅ノートでも置いてあるのかと一瞬思ってしまいましたが、そんなことはありませんでした。これで大体幌加駅の、ね、駅構内はね、終わりですね。こっから先は純然たる廃線になります。どこまで行けるのかはちょっとね、わかりません。この先はね、完全に自然に帰っています。非常にね、美しいですね。で、なんかね、観光客の団体みたいなものがこっちに近寄ってくるような気がするので、その前にね、駅名表を含めて、駅名表もあそこになぜか置いてあるんで、駅名表を含めてですね、撮影の方を終わらせていかないといけないかなと思います。こうかな。これがいいかな。はい、反対側からも一応サムネイル選定の方を行っていきますか。どういうサムネイル選定がいいかな。こっちの方がいいかな。そうでもないな。こっちだとね、線路の奥行きがないな。やっぱりね、反対側のサムネイルの方が良かったかなと思います。いやー、それにしてもね、観光客が退去して押し寄せるような、そういう廃液なんですね、ここは。これ、大衆物橋梁もね、どれぐらい取れるか分かったもんじゃないですね。まあ、そしたらね、ちょっと申し訳ないですけど、これ一旦カットします。それでは今日はこの辺で。